皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。今回なんですけれども、まあゴッドイーターですね、レナードプス、やっていくやつなんですけれども、最近ですね、お知らせでも、来ておりますように100万ダウンロード突破キャンペーンの、第2弾第3弾ということで、そうですね、ログインで毎日ですね、600ジェムスかね、もらえるということで、それを一応、貯めまして、ようやく3000超えましたので、今回はガチャ引いていきたいなと、思うんですけれども、今開催されております、こちらですね、ミッションなんですけれども、試練の冒険と読むんですかね。こちらの方も一応やってまして、この辺の動画も、キャラが揃ってきたらまた出させてもらおうかなと思うんですけれども、まず今回は、そうですね、ガシャですね、引いていきたいと思います。はい。こちら、レゾナンドガシャですね。こちらを引いていきたいんですけども、狙いとしては、持っていない、ゴッドイーターと、ディバイダーですね。で、ディバイダーに関しては、星4の中でも、ちょっと自分としては防御力のダウンの、スキルを持ったディバイダーですね。が、欲しいかなと。それを持ってないんで、それ欲しいなと、思っておるんですけども、星4でも、それのスキル持ちができてくれればかなり嬉しいかなと、思っております。とりあえずは星5が出てくれないと、結局は残念な結果ということにはなってくるんですけど、確率が確率なんで、10連で出るかどうかってところなんですけども、はい、じゃあやっていきたいなと思います。はい。やはり、最後にカットインが来たら星5は確定ということらしいので、とりあえずはそれに期待して、見ていきたいなと思うんですけれども、これ最初的にはちょっと弱いですね。一応これで、星4は出てくるという感じですね。キーとなったの。カットに来ましたね。はい。これで星5はまずは確定となっております。はい。最初の方は3が出てくるんで、飛ばしていきましょう。はい。はい、来ましたね。星4ですね。これは多分新規ゲットですね。ありがとうございます。星5の神器が来ましたね。はいはいはい。では、そうですね、星4の、これはディバイダーですかね。結構、新規ゲットが今回は多かったですね。星3、も含めて、多かったかなと。神器に関しても星5が、まだまだ、揃ってないんで、良かったかなと。なんとか、ギリギリ良かったかなというようなぐらいですね。はい。結果ですね。このような形になったんですけれども。はい。またね、貯めて、はい。今度はゴッドイーターですね。やっぱり切断タイプの、こちら、ちょうど出てるんですけど、アリサ。切断タイプのゴッドイーターが、ちょっと自分は持ってないんで、はい。その辺の、敵が、得意属性、不利属性とかあると思うんで、その辺の属性も、切断の、属性のキャラクターも揃えたいなと、思っておるわけなので、またジェム貯めていきたいなと思います。というわけで、はい、今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。